はい、こんばんは、こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。本日はソフトボール少年団令和7年度ルールが改正されるという話について話をさせていただければなと思います。今現状小学校の日数が、ルールでは、確か10メートル 10.1 何本ですかね、なってると思うんですが、ここが令和7年度から中学生女子と同じの12メートルになるという話が出てきました。クリニックコーチングの指導の時にちょっとお話をさせていただいた内容を、今日は皆さんに話ができればなと思っております。それではどうぞ。はい、それでは令和7年度より、スポーツ少年団、距離が12メートルになりますよと。まあ、近年、子供たちが成長が大きくなって私ぐらいな、身長の子たちが、まあ、小学校で10メートルから投げてて非常に危ないというところで多分ルール改正になってるのかなと。でそこで2年後令和7年度にピッチャーにしたいなと思ってる指導者の方に対しての、ためになればなと思っての動画です。一時期私もちょっとアテネのオリンピックに帯同させていただいた時、確か女子の今は現在13メートルなんですけど、以前そのアテネオリンピックまでは12メートルだったと思います。でその時やっぱりボールが1メートル伸びることでですね、非常に選手が苦労したっていうところは聞いたことがあります。で今回も、令和7年度から伸びます。距離が12メートルになる、2メートル大きくなるんですね。まあ、非常に大きな子たちだったらまだいいんですけど、やっぱり小学生ってまだちっちゃい子たちもいると思うので、そういう子たちがいかにその2メートル遠くなってもボールを投げ切れるかということに話をできればなと思います。で一番大事なのがそのクリニックにちょっと話させていただいたんですけど、ボール縫い目、これ3号ボールでまたちょっとお話しさせていただくんですけど、縫い目ってありますよね。縫い目、この縫い目にしっかりと指をかけるっていうことを今後やらせて指導していただきたいなと思います。なぜならばやっぱり5本指があるので、どこでボールを握ればいいかっていう意識づけですね、そこでちょっとお話をしていただければな。なので子供たち2号ボールでも手がちっちゃかったら5本指で握ると思うんですけど、5本指で握る時にも親指と人差し指と中指には必ずこのボールの縫い目を当てるっていうことを意識させてください。はい、じゃないとですね、やっぱりかかりにくくなるので、やっぱり山があるために引っかかるっていう、どこかが引っかかるっていうことを覚えさせていただければなと。まあ体感でも感じていただければ、どうしてもボールって投げる方向に対して回転がかかっていった方が空気抵抗がやっぱり出てきますので、ボールが速いボールじゃなくてもボールが動くっていう動作が出てくると。なのでそこら辺でボールを押せるような、状態を作ってあげる練習方法というのをしていただければなと思います。なので今日はしっかりとボールの縫い目に当てる、何でもいいです、どういう形でもいいです、当てる。で3本指だったら3本指で当てる、わかりますかね、見えますかね、こういう当てるっていうところを子供たちには意識して握っていただければなと思っております。